ズネはマイクロソフトが開発し販売した携帯音楽プレイヤーおよびそれを販売するブランドの名称2006年11月14日に米国で販売開始されたが2011年10月に開発中止と生産終了が発表された日本で販売されることはなかった第一世代の機器は東芝が製造を受け負っていた東芝のギガビット S に近い製品であった 第2世代はシンガポールのフレクトロニクス社が製造した。米国外で発売されたのはカナダのみで、ヨーロッパや日本など、北米以外の地域で発売されることはなかった。発売以来、米国ではおおむねポータブルオーディオプレイヤーの10%前後のシェアを獲得し、iPod に次ぐ第2位を確保しているが、iPod には大きく引き離されており、過剰を崩すには至らなかった。 ズネマーケットプレイスという専用オンラインストアで音楽、ビデオを購入することができた。ズネパスという契約期間中は音楽を何曲でも定額でダウンロードできるサービスがあった。また、新品でズネを購入すると本体裏に自分の好きなテキストや好きなアーティストが手掛けたイラストをレーザー刻印してくれるサービスを行っていた。なお、 2010年にマイクロソフトが発表したスマートフォン、金、Windows Phone シリーズにおいても、ズネマーケットプレイス等のサービスが利用できる。ズネには2006年に発売されたズネ30、2007年10月2日に発表されたズネ80とフラッシュメモリを搭載したズネ8よびズネ4がある。内蔵のラジオでは、日本、アメリカ、ヨーロッパでの使用が可能。XNA で作った。 ゲーム、アプリケーションを常に取り込み遊んだり、使用することができる。ポータブルハードディスクとしての使用は不可能。ファームウェア2.2からインターフェース言語にフランス語、スペイン語が追加された。2008年の9月16日に配布されたバージョン3.0のアップデートにより、本体に時計機能、ラジオでの曲購入、キーロック機能、 インターネットへの無線接続が可能になった。XNA でのゲーム終了後の再起動も改善された。なお、ソフトウェアも改善され様々な情報の表示が可能なミックス部の機能が不可。曲名等の日本語表示ができず、日本語の文字はで表示されてしまう。常 HD は曲情報等の日本語表示が可能となっている。常 b o s のサイトにて、 様々なゲームやアプリケーションをいろいろな人が公開している。ゲームでは XNA で制作したランニングマンやサーテト等がある。ネボーズのサイトにはアプリケーションも置かれている。これも XNA を使ったもの。数は少ないが、時計機能、アラーム機能、ストップウォッチ、カレンダー、Wi-Fi を使った簡易メッセンジャーがある。バージョン3.0に本体をアップデートすると、 ゲームのプリセットに Xbox でおなじみのヘクシックとカジノゲームがインストールされる。2009年5月に発表、同年9月15日に米国で発売、NVIDIA テグラプラットフォームを採用する UKL タッチパネルを搭載。動画配信サービスを Xbox Live Marketplace に統合し、別売のドッキングステーションで最高 720p 解像度の動画を、 HDMI 出力可能。携帯端末としては初めてデジタルラジオの HD ラジオを受信可能。競合する iPod Touch と比較して3割ほど低価格に設定されたが、常 HD の発売直前に iPod Touch もラインナップを一新して同程度の価格帯になった。オーディオ再生にはウォルフソンマイクロエレクトロニクスの超低電力ステレオコーデック。 WM8352 を採用している。また、G センサーを導入している。Wi-Fi 接続時には、Web ブラウザーが利用できる。第1世代のプロモーションのために、Windows XP 用の常デスクトップテーマが無料配布されていた。詳しくはルーナを参照。ありがとうございます。